馬の品種の一覧。このページでは、馬やポニーの品種の一覧を紹介する。また、これらの品種の中には、馬の特徴であって、実際には、品種ではないものもある。なぜなら品種は形質を、後世、子孫に残すことができる個体群であり、その中にあるものは純血種と定義されているからである。多くのケースにおいて、血統は、血統登録書。 に登録されているが、馬の場合、その概念は柔軟で、公開種馬書は新しく純正な馬のタイプを作り出しているが、完全に何世代にわたって同じ特徴を示すわけではない。いやスポーツ用の馬、アンブル用の馬などといった様々な表現型や特徴があり、一連の身体的特徴があれば、どの馬も該当する。やリストのリンク先も参照すること。馬は、 生体で身長が14.2%以上の動物、エキスカバルウスの一員であるが、血統の登録上、馬の姿を形作る要因というものは、身長よりも形質であるため、これより、身長の低い動物も馬扱いである。このページでは、血統書や種馬書がその品種を馬としている場合、その馬がポニーサイズで、ポニーの特徴を備える場合、馬のリストに挙げるものとする。 ポニーは14.2ハンド未満の馬を、さすが、ポニーの特徴を残しておきながらも生態時の大きさが、これより大きい種類もいる。現在の栄養や生育環境の改善により、生態が14.2ハンドを超えることは、珍しくないが、ポニーでなくなる、ということはない。このリストは、馬の特徴があっても、ポニーとして登録されているものを挙げる。ほぼての馬、場合によっては、 ポニーやミュールの血統やタイプに当てはまるものもある。毛色は、血統登録前判断、初期判断の双方に当てはまり、これを、という。これは、実際の馬の血統とは違い、独特な身体的特徴もなく、すべてのやり方の中でも制限をかけていないからである。一般的な規則として、毛色は遺伝するとは限らなく、遺伝子学的にありえない毛色もある。 特定の毛色を持たない子孫は、血統書に記すのに望ましいとは限らない。その一方で、にも登録され、独特な身体的特徴や、ある種の毛色のある血統もある、アパルーサといったこれらの馬は、カラーブリードとしてではなく、ある種の毛色を持つ純粋な血統のある馬とされている。よく知られた馬の毛色による、品種分けは、以下の通り。白髪馬は、 アメリカ合衆国の登録先は、である。かつてこのタイプの馬を、アルビノ扱いしていたが、純粋なアルビノが存在しないため現在の名称になった。馬のタイプは、血統ではないが、似たような表現型などを持つ馬を指すのに用いる。タイプは、血統として、登録はされておらず、しばしばいくつかの血統が混じる。 タイプ扱いされている馬はいくつかの異なる種として登録されてはいない。もしくはこれといったペディグリーに属さないとしても、用途や用紙別の基準はある。13世紀より、いくつかの血統に関する記述が残っており、身体的特徴や目的別に分けられていた。かくして、中世の馬に関する記述は、現在の馬の血統の記述ではない。これらの馬呼びポニーの血統は、 登録はされているものの、現存しないものである。また、この中には、エキスカバルースという種のグループの一つだが、進化の過程で絶滅したものもある。ただし、この節は、進化の過程で、現在のエキスカバルースになったものは入れない。以下は、家畜としての馬の原種とされている、野生馬である。これらは人間によって改良された馬の血統で、もう現存しないものである。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。